始まりました ZIP プラス3。マースちゃん、はい、お天気キャスター今日でちょうど1ヶ月なのかな。1ヶ月やってみて、ね、はい、どうですか。大きく生活も変わったんじゃないですか。あと久保さんも担当曜日が変わったということで1ヶ月経ちましたけど、2人どうですか。そうですね、なんかこう生活がガラッと変わって、もう早く寝ないとっていう生活だったんですけど、もう始まっちゃったら本当にあっという間すぎて、なんか実感湧いてないです。もう1ヶ月終わるのかっていう、早かったです。早いですよね、いつも何時くらいに寝てるんですか。いつも調子いい時は8時半です。調子悪いと寝られないってこと。調子悪いと仕事でちょっと遅くなっちゃったりとか、あとは寝られなかったりとかして、で11時の時もあります。11時、はい、でも起きる時間ってZIPって大体2時とか、2時半とか、3時間半であんなに元気に お天気を伝えてる日もあるってこと。そうですね、睡眠。昨日私11時でした、もう今もうそこ帰って寝たいでしょ本当は。そうですね、本当はね、本当は寝たいですよね。すごい、そうなんだ。久保さんはどうですか、はい、1ヶ月経ちましたけど。そうですね、今までは火木なので交互にこう早起きやったのが、前半と後半で時間がこう偏ったので、起きやすくはなりました。今の体勢の方が体的には楽ですか。はい、そうですね。あと金曜日がこう月替わりでこうパーソナリティさん変わるので、その楽しみはありますね。確かに、そう、金曜がね毎月そう固定の方がいらっしゃらないですけど、その代わりにいろんな、ジャンルの方が来てくださるから楽しいですよね。でもどうなんだろう、週5でこの時間の早起きの方が楽なのか、それとも週何回かでリズム作るのが楽なのかって、なんかこれ永遠の課題じゃないですか。難しいですよね、どっちだろう。でも今までの1ヶ月で、はい、まずい寝坊しそうになったってことはまだない。いやでも1回あったんですよ。そうなんだ。でも違うんです、遅刻はしてなくて、こうでもやっぱり1ヶ月なんで、こう意識的には起きないと遅刻できないっていう、まだこう張ってる状態だったんで、その2時半に奇跡的に起きれたんですけど、携帯バッて見たら、なんていうんですか、こうなんだっけ、アラームじゃなくて、ダウンロード、アップデート中だったんですよ。あるそうで、やばと思って、この時間アップデートされるんだと思って、なるほど、起きれたから良かったんですけど、でも怖いと思って固定のおやつも買って、でアップデートは自動ではオフにしました。確かにそう、それがちょっと怖かったです。でもよく起きられた。そうなんですよ、奇跡と思って。神様ってなんかいるんですね。いるんですね。確かに2時半とかって深夜の時間って、携帯勝手にアップデートされたりとか、なんか充電差し忘れてたら充電切れてることとかあって、でも寝ちゃったら気がつかないから、それがやっぱ目覚まし時計は2個以上あった方がいい、ね、携帯だけはちょっと怖いですね。久保さん朝起きるとき何個ぐらい目覚ましセットしてますか。今の携帯と1個前の携帯以上です。使ってるから、はい、そうですよね。そっか、でも確かに今使ってない携帯も目覚ましには使えるのか、そうなんですよ。でそっちが少し時間が先なので、そっちでも自分がこうシュッてできれば、もう今日はセーフです、ね、勝ち勝利、はい、そっか。私携帯、今使ってる携帯1個で起きてるんですよ。まあなんかそうだから、でも買わなきゃなと思ってるんですけど、なんかあった時ねちょっと怖いですね。そうでもちょっと買おうって思ってて、それこそどんどん後伸ばしにしちゃって、でも遅刻してからじゃまずいから買います。今月中に買おう。実家暮らしなんで、なんか母がまだ夜更かししたりすると起きてることが起こしてくれたりするんですか。あって、そうなんです。でもチップの時間だとまあもう寝ちゃってるんで、ちょっと怖いから買おう。マースちゃんもそこから新しい時計、置き型の目覚まし時計。そうです、目覚まし時計をもう置いてあるやつ買ったんですけど、でも届くまでは不安だったんで、私も iPad と自分の携帯とってやってました。2個使いで、2個使いで。そっか、そうですよね。でもなんか寝る前にそれこそ次の日絶対遅刻できないって思うと、なんか緊張して、その仕事の夢見たりとか、その遅刻する夢見たりしません？します、します。見る、やっぱり。どんな夢見る？
遅刻して、でもなんか自分の夢って本当になんかすごいですよね。遅刻したりとか仕事でなんか嫌なことあったりとか、うわミスしたっていう夢とかすごい見ます。ちゃんと一応こうな寝てる間の自分でもなんか仕事のこと考えてるんだなって、なんか自分を褒めたくなる瞬間っていうか、え今まで久保さんもあのそれこそマーシちゃんも見た仕事関連の夢の中で、はい、あ夢でよかったって思ったのってどんなのがありますか。難しい。基本的に僕あの今はニュースゼロを録画してて、はいはい、朝起きてニュース見ながら天気予報もコーナーあるの で、うんうん、でざっくりこう見ながら準備するんですよ、はいはい、でそれを夢なのか現実なのかわからん時が一回ありました。え、はい、だからこう夢の中でニュースゼロを見てるのか、こう寝もけばなこでこうやって見てるのかわからなくなって、すごい仕事人ですね根っから。でもそれ夢の中で見てた情報がもし頭に残っちゃってて、はい、全然違う天気とかだったらえらいやばいですよね。やばいですよね、はい、うわ怖いですね。それはでもこっち来てからまた最新のにアップデートできるんで、はい、うわ意識してらっしゃるんですね。やっぱりどうですか、どう夢ですか。うわでもいろいろありますよ。そのマネージャーさんとのなんか話し合いとかの夢とか怖いじゃないですか、ちょっとあマネージャーさんが出てくるんだ。マネージャーさん出てきたりとか、でもやっぱり遅刻が一番焦りますよね、ってなります。パッて起きて怖い、うん、でも本当にそういう時ってパッて起きて、うん、パッて携帯見てやばいかもって思って携帯見て、セーフだとはーってもう一番安堵しますよね、寿命縮みますよね、うん、から私も仕事の夢でなんかあの原稿がなくって手元に、はい、用意したもうオンエアになってるけどないからみたいな。そう原稿が1枚もなくて1項目目から全部なくって、あのスタッフさんに今日原稿ないのでこの中から自分の好きなネタ選んで読んでくださいって言って新聞渡されるっていう夢を見たことがあって、面白い。それすごい。でもめちゃめちゃ頑張ってふさわしいネタがない子を探してその新聞を読み上げるっていう、もう起きたら汗びっしょりですごい、ちょっと怖かったですそれは。すごいめちゃめちゃリアルで、そんなことよく考えたら絶対ないけど、うん、そう、その時はもう焦りますよね、うん、やばいと思って。でなんか三浦さんとかその他のアナウンサーとかもいるんですけど、みんななんかみたいな感じで全然助けてくれないっていう夢で本当に焦ったけど、怖いですね、起きてよかったと思って、うん、本当に怖いですよね。怖いですね。あの無意識に気張ってるから、うん、でも慣れましたか、もう 1ヶ月やって。うん、慣れました。いやどうですかね。いや全然大丈夫だと思う。いやいやいや、すごい落ち着いてるって言われるんですけど、うん、なんかこう最初よりもやっぱりその後半の方がすごいいろいろ課題とかがあったりして、こうどん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 課題出てくるから、うん、なんか難しさは感じてます。やっぱり成長の証拠ってことかもしれないですね。いいです。じゃあちょっとこれからまだまだ進化するマーシちゃんをちょっと楽しみにしながら、はい、ちょっと時間が来てしまったそうなので今日のプラス3は以上となります。以上ジッププラス3でした。やだ、イエーイ、ありがとうございます。良いゴールデンウィークを。イエーイイエーイイエーイいや今日も見てくださってありがとうございました。そこのあなた、このボタンを押したりチャンネル登録のボタンを押したりどうぞよろしくお願いいたします。あのお友達、ご家族、いろんな方にこのことを伝えるっていうのもぜひお願いします。今日も最後まで付き合ってくださってありがとうございました。それでは一緒にジップ